回は C コースで行ってみます。C コースは、毎週決まって剣山池のコースです。でニューサイランも一緒に行けますが、今回はちょっと、利口を加えて、シャレた感じの、おしゃれな感じの森原に仕上げています。一歩もすらりと竹高く、棒立ちにならないように、いくらか左傾斜で立ち上げます。で、もう一枚は、こんな風に真ん中から咲いて、綺麗にスッと咲けますので、スッと咲いて、そして、こんな風にハート型になるように、一枚ずつ、接点をホチキスで止めて、ハート型の感じになるように作ります。この出てる部分はちょっと邪魔でしたら切って、そして、左手に、こんな風に。左にハート型がはっきり見えるような位置に、と入れます。で次にデコラマンです。こんな風に丸みのある魅力的な洋菊ですね。こちらも棒立ちにならないように少し右傾斜で姿よくもう一本は中心に前傾させて締まりを。前傾させて締まりをつけます。で次にヒピリカムを左手の掛け口に入れて色味をつかせます。このヒピリカムを左の掛け口に入れることによって、掛けとの関わりをつけることができます。余分な歯は、菊でも、つきすぎた歯は取り去って、スッキリさせて。そして、ヒピリカムを左の掛け口に前傾させて、キュッとこう、締まりよく、入れます。で、次にドラセナサンデリーを右手の掛け口に、こちらは手で持ってぐるっと回してこう促れたような姿に見えない方向を見つけて右手にピッとこう締まりよく、お花が歯でありながらお花が開いたような姿に入れると良いでしょう。で最後に浜名でしこを入れます。浜名でしこ一本は左の背後へ入れて、もう一本は右手に左よく入れます。こちらは奥に。こんな感じに入れましょうか。そしてもう一本は、この二本のデコラマムの間から、長くしないで、ぐっと、色味がよくわかるように、ぐっと引かせて完成です。今回はニューサイランを造形的な姿に扱った一作です。